ありがとう。長吉はん久しぶり。いやー、もうこの最後に T 岡田選手に打席が回ってくるのがもうやっぱ持ってると言いますか、はあ、しんどやばい、終わらへん、はあ、ちょっとインスタだけ投稿していい、散歩こんばんは、えぐいもの、明日も早起きなんだよ本当に、こんばんは、ちょっともうどうしよう、洗濯も干さなあかん、洗濯も干さなあかんのに、ちょっと待ってや。何投稿しよう。ね、もう気持ちが本当に追いつかない。早く投稿しようだから。うん。ちょっと寂しい。インスタだけ投稿するわ。ね。息が吸えなくなりますよね、こういう時って。日が通しでしょ。えぐい、もう本当に。もうなんか言葉が出なくてすいません。ちょっと言葉出ない系女子です、今。うん、明日絶対目腫れてる。京セラドームの皆さん、この帰り気をつけてください。多分もう割といい時間なので。最後までかっこよかったですね。うん、ね、本当にそうですよ。もう本当一時代ですね。
ち時代が終わった感じがしますね。やばい、しんどい、泣きすぎて、泣きすぎてちょっと苦しい。今球場出ました。気をつけて帰って。多分お客さんもすごく多いと思いますので、ね、なんかいいよね。オリックスは強くなります宣言になったね、また。はあ、死んだ。はあ、なんとか。まず投稿するわ。いい言葉でしたね、足立選手の。はい、投稿したよ、インスタ見て。あー悲しいね、本当に。こんばんは。よし、OK、今投稿しました。はあ、やばい、ちょっともう泣きすぎていろいろ失ってしまった。うん、最後でした。お疲れ様、お疲れ様でした。現地観戦、うわ、横断幕もすごいね。うん、寂しい、本当に。うん、寂しいですね。はあ、うん、ね、チケット完売でしたね。なんと悲しいんでしょうか、なんと寂しいんでしょう。
初めて好きになった野球選手でした。今後どうされるんだろうね。うう、苦しい。泣きすぎて苦しい。えぐいえぐいえぐい、本当に。さ、最後の打席また回ってくるとこがもうね、エモかったですね。あと源田選手がなんかあれやんな、足立選手の来て胴上げしてくれてたみたいですね。Tさんのツイートだけ。このチャンスをものにしろ、遠く遠く派手に飛ばせ何はの方法バッタバセ。寂しいね。どうする、本当。今後あもう心がいいセレモニーでした。本当に本当に本当に、もうちょっとしんどいですね私。勝ちたかったね。最後ちょっとワンチャン思わんかった、最後ワンチャンさ、あれホームランっていうとこからの。どれを乗せようと思ったんやったっけな。アリハー、アリハーしたかったです。うん、え、うん、マナも見えたよ、ワンちゃん。でも最後ヒット出てよかったね。はあ、しんどいしんどい。みんなお疲れ様。ちょっとみんなまだ気持ちが止まないと思いますが、ああ。Thank you.
ックスらしい試合でした。そうだね、わかる。あの小田島選手の時のさ、3人守備ついてて、あれエモかったね。めちゃくちゃ最後いろんなとこ自由自在に飛ばす感じもすごかった。やばい、ちょ泣きすぎて、ほんまどうしよう、泣きすぎてちょっと疲れちゃった。泣きすぎて疲れたし、明日早起きやから、ほんま、ほんまにちょ急がないと、いろいろと。そうだよね。なんかしかもあの西野選手のダイソーの小田選手とかも、あの辺ももうエモか、あの辺ももうむちゃくちゃ泣いとったあの辺もほんま耐えられへんかった。なんかもうエモすぎてね、ちゃんと塁に出て、本当にもうしんどい、どうしよう、ほんとね。ああしんどいしんどい、うん、ああすごかったね、ほんとそれ。それですよ。うん。ああね、お子さんユニフォーム着てらっしゃったね。ご自身というか。心が追いつかないですね、本当。偉大な方でしたね。いや寂しくて、本当に寂しいかも、まだ、うん、本当に寂しい。もっとありがとうね、だるま。はあ、ちょっとなんかずっと画面見てたからさ、疲れましたね。お疲れ様でした、本当に。今シーズン終わったんか、早かったね。まあ、今シーズンというか本拠地ね。お疲れ様でした。はあ、心が、あれ15分経った、気づけば。えぐい、ちょっと待って、普通に酸欠、ちょっと待って、ちょっとクーラーつけるわ一旦。
もう本当に寒しくて寒しくて、どうしましょう来シーズン。ガム食べるわ。よし。あれ15分いつだったの？言わんかった。キャズ指同時まむてきユッキユウヤくんマルクさんネーミーメアゴドネカズトロロンニスノリサヤサヤサヤさん SDM さんヨッシーパパカズマーチャコーママツムラさん羊さんタケちゃんエジさんマルコさん、みゃみゃみゃ、風船のハートありがとう。パワフルに手まりありがとう。中吉半彦一さんね、トロロンさんぽ横浜くん、よしひろどんちゃん、エジさんフリフリありがとう。エジさん、だるまありがとう。どんちゃん、ごどねバラありがとう。バンパイア、ごどねお疲れありがとう。こうたんもお疲れありがとう。モカポンペンギン、もと、こうたん、頑張ったありがとう。ごどねありがとう、ありがとう。もと、ハートありがとう。こうたん、ありがとう、ありがとう。私立探偵 N さん。間違いない。日がとしね、結構お話ししてくれてたね。あのお話うまいもんね。松村さん星ありがとう。ののんこんばんは。私立探偵のカネゴンケンザブローさん、ケンザブローさんシューティングスターありがとう。 MJ タッチン、リッチェンMJ ハートありがとう。うんちゃん MJ レターありがとう。モロコシツッチサッサッサマリップルンルンシューティングスターありがとう。おじおじねルンルンこんばんは。七つ星さんとも、ヤフカラホとも星ありがとう。ヤフカラホハートありがとう。キャノンブルこんばんは。どんぐりあーね、杉本選手エモかった。月広ともシューティングスターありがとう。月広バラありがとう。うん、元だるまありがとう。ミッドナイトパーティーこんばんは。ジャクソンさんバラありがとう。ジャクソンさん、ヒロユキさん、マーボー T 岡田選手と足立選手と小田選手と比嘉投手です。竹津にありがとう、ありがとう。キャノンブルハートありがとう。ああ本当だね、確かに。のこんばんは、お疲れ様でした。ああ疲れたね。ちょっともう目つむって眠たいですね。えぐい、本当もう普通にちょっと涙出ちゃう。もうこれも SNS 開いたらもう結構来ちゃいますね。みやびさんマックスこんばんは。ちょっとほんともう泣きすぎや、泣きすぎやんけん。みやびさんハートありがとう。洗濯も干さなあかん。もう本当に本当に、うん、寂しいよ、めちゃくちゃね。えぐい、ちょっとやばい、切り替えなきゃいけないんです頭を。寂しい。
やっぱなんかね、自分の2016のビーズガールズの時代から見てた選手さんってもかなり少ないので、だからこそのだからこその気持ちですね。ちょっとでも洗濯せなあかんくって、砂干さなあかんくって、絶対。しかも明日結構朝からで、頑張らなあかん、頑張らなあかんくって。そうなんですよ、だからちょっと頑張らなあかんくって、ゆうのこんばんは。明日ちょっとだから早めの時間に配信するかもしれません。ちょっと干すか、洗濯を。とりあえずね、頑張ろう、お互いに。みんなももう本当は今日すごい疲れたと思うんですけど、マックスハートありがとう。頑張ろうか。ね、本当だよね。あ、秋山投手お疲れ様でした。そうだったんですね、同じタイミングで。やばい、もう本当新時代ですね。疲れましたね。配信っていうか洗濯するか。はあ、エモかったね、なんかもう本当にエモすぎて。いやー、お風呂も入らなきゃいけない。とりあえず洗濯干すか、マジで急いで。あー疲れたよね、絶対ね。私は疲れたよ私は疲れましたよ。ちなみにだよね。さあちょっとやろう。私は結構疲れました、普通に。今日珍しくね、ちゃんとお化粧してたんですけど、なくなっちゃいましたね。おでんね、こんばんは。ちょっとこの配信する端末を移動させたいねんけど、なんかあんまりうまくあれならへんくって。うん、できた。ちょっと移動するな、みんな。ほんなら移動してちょっとミュートになります。洗濯取ってくる、その間にちょっとつないどいてください。頼ますで、行きますで、頼ますで。マナティはいつ見ても可愛いから大丈夫。やさびー、移動できたかな。ちょっとほんなら一瞬洗濯取りに行ってきます。みんな頼ます、そのまま。
感こしるたほうねやっぱりやりがすてきあ、でもかすか塩干しとかじゃんてかもでもめちゃくちゃすごいねんけど感想があってあのねめちゃくちゃすごい感想機でも知人のかもよってなったらちょっと気のせいかなもうなんか髪が知人でえ書いてるやん乾燥機すげーえ乾いてすごくないよいしょえ、これも乾いてるわめちゃくちゃすごいやん、うん、源田選手もすごいよえ、めっちゃ乾いてんねんけどすごっマジでもでいいやんマジさ、最初から乾燥機使っていけばよかったねほんと今さらすぎて笑ってまうなさすがに笑ってる人こんなが絶対ダジーの回線したちほらこれも大丈夫やんやば全部乾いてるもんみんなびっくりしてまう私があんだけ乾かんかったのにこそすげえマジですげえ乾燥機すごすぎやろあんなにさ何回も行けたマジあんな乾かんかったのにあんだけ干しとってあんな乾かんかったのにだってなんならあったかいもんもはやすごい乾燥機ほんま舐めたらあかんも乾燥機もう乾燥機大好き乾燥機ほんま気づいてよかったわうんえやっぱさ縮む乾燥機ってちょっとな正直 T シャツちょっと縮んでる気すんねんなやっぱ縮むかな乾燥機ってどう思う？うんマジでそれ乾燥するためにさせるために暖房つけた日々何やってんマジでそれほんまそれすぎ何の日々やってんなめちゃくちゃ乾燥してん干さんでいいもんなごめん何回も同じこと言っちゃうあまりに感動しすぎてごめんなだって乾いてんねんもんそんなことある今までさ正直そんな日来ると思ってなかったよね正直なこと言っちゃうとそんなに来ると思ってなかったねえぐすぎうん正直こんな日来ると思ってなかったなだってもうこれも干さんでもいけるもんな何なのかなでもこれ干しとこうこれはあさって着たいからハンガーこれ一応干しとくけど別に干さんでいいよこれ正直よいしょ知らんかったわ乾燥機あんな悩んでたのに毎日あんな悩んでたのにほらもうこれも乾いてるもんだってすごくないマジでほんまにすごくないもう乾いてるもんなだってこれも干さんでもいいけど干しとこうかなってなってくるやんなほんならえ、でも靴下なくなった、ワンちゃんあれそんなアホなことないわなあれ靴下、あれこれとこれセットやろこれとこれセットうんジュンハンさん、こんばんはちゃ乾燥のできる洗濯機じゃなかったのその横にやってん乾燥機の横違う洗濯機の横に本物の乾燥機があったんですよでも本物って気づかなかったからそうちょっと長らく偽物やと思っててこれどうやって使うんかなぐらいのテンションで見てたらまさかのいやあんた使えたんかいっていうオチですわすごすぎほんま同じことしか言ってないわすごすぎ全然干さんでいいもん何個かは正直干さなあかんけどこの辺回して切るやろ
すぎんねんけど、もう分かんないって申し訳ないけど、あまりにすごくて、よいしょ、あまりにすごくて感動してる。今度こっちに干しとこうか。あーでもここはここで、あーどこ干しとく、あとかここ、オッケー、なんよすぐできた。マジでさ、あんだけさ、あんだけ時間かかってたのにね、洗濯干すの。ほんでな、除湿してさ、いろいろやってしとったのにな。あーもうめちゃくちゃ泣いたから疲れたわ。ほんと泣くと疲れるようにしてマシュマロ食べるんです。お疲れ様。よし、いいんちゃう。うん、扇風機な、扇風機もね、ちゃんと風やからな。ですのでね、うん、ホシピー大好き、こんばんは。うん、あ、そうなんや。マシュマロ、マシュマロって喉にいいらしくて、なんかちょっと前まで喉やってたの、喉痛めてたのさ、あの風邪での、そっから確かによく食べてるから。できたら朝配信したい所存ではあるのですが、ちょっと駆け引きとはできないですが、気持ち的には朝配信したいね。
頑張らなあかん日。ちょっと息できひんからやるのもじゃない。頑張ります。チュチュチュルチュチュルルルルル。見ますよ見ます。それアップされてた、ちゃんと。かっくんこんばんは。よし、じゃあランキング読みましょうかね。ふー、あーね、ダイソー、あ、これエモかったね、あのギュッてしてな。ふー、はー、疲れた、体が疲れました、泣きすぎて。明日も頑張ろう。いや、てかやっぱあの最後が T 岡田選手に回ってくるってことがもうまず結構あれだよね、エモ案件でしたね。それではランキング、マジで、てか乾燥機すごっ、めっちゃ時間かかると思ったのに乾燥機マジですごい。そうかも、あんま実況とかもしてないかも、私が見てるだけの動画かも、ワンちゃんごめん。ありがとう、あれよかったよね、本当にね。いや、はい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 、いろいろありましたね。ほんまでも早寝なあかんから、もう終わろうか今日はな。いっぱいみんなに話も聞いてもらって、いやでもちょっともう疲れたね。ちょっとまだ SNS 見てると結構寝ちゃうから、もう今日は開かずに寝ようかなって気持ち。明日は朝配信しようかなって気持ち。でも気持ちだけで、実際問題どんなもんかはちょっと置いといてもろてって感じかな。ねえ、さあランキング見ます。13位、パワフォリンリンリン、ヘイありがとう。12位、キャノンブル、ありキャノンブルありがとう。11位、竹ゼニ、ありがゼニーゼニーありがとう。10位、エイジスさん、ハヒフヘホーありがとう。9位、ドルドのドーンちゃんありがとう。8位がトモ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 ありがとう。7位が MJ さん、フォーありがとう。6位はゴドネ、おやすみなさいありがとう。5位は松村さん、あり松村ありがとう。2位は高弘、月弘、双子ちゃんありがとう。3位はエモーティー、あ、もともともとさんありがとう。2位はみやみやみややねんありがとう、やねんありがとう。そして流行る第10位は先輩がずんだら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 パンコーダンタンタンでした、ありがとうございました、ありがとう。そして本日のハッピーラッキーキーパーソナリティーショッキングピング人間さんはパンバンパイア、ありバンパイアでした、ありがとうございました。ちょっと酸欠ですね、普通にめちゃくちゃ酸欠なんですけど、みんな大丈夫かな、なんかもう頭があんま回ってないんですけど、まあそのおかげで今日は早く寝れそうなので、あの早めに寝たいと思います。皆さん今日も夜遅くまでありがとうございました。あれ誰って言われてるけど、しっかり休むんやで、みんなもやで。10月の19日20日タイでじゃない京都でタイのイベントあります、ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。もう寝ましょうね、もう疲れたよねみんなね、寝ようね、早く寝ましょうね。聞こえへんかった？ヴァンパイアでした。
ありがとう。なんか電波がありやったかな。ヴァンパイアだったよ。ありがとね。そう、はんなりと起こしやす。みんな今日は早く寝ましょう。疲れましたね。おめでとうございます。ありがとう、一緒に聞いてくれてね。ほんならおやすみなさい。おやすみ。1年ありがとう。まだちょっと早いですけどね。ありがとうございました。T 岡田選手、足立選手、小田選手、比嘉投手、ありがとうございました。でもさ、特例の一軍じゃなかったからさ、ワンチャンまだ出るんかなとか思ったけど、さすがにないかな、ね、特例のあれじゃなかったよね、書き方が。って思ってました。じゃあね。やばい、明日目晴れませんように。もうやだよ、声も出るかな、鼻声なるかな、もうやだよ。あ、ね、マーゴ選手も今日何もなかったんだね。だからね、じゃあね、おやすみ。今日もありがとね。おやすみ、バイバイ。早く寝ます。おやすみ、ありがとう。今日もバイバイ。 See you。 やだ、もう鼻声やだ。鼻声だと息がしづらいの、やだ。バイバイ。See you。